麻雀協会海明彩花です。久保田香織です。今日は M リーグオフィシャルショップ東京マルゼ日本橋店さんに来てます。イエーイ。オープンして10日ぐらいですかね。で今回の企画は、はい、2人でお買い物をして同じものを買うまで終われませんっていうやつなんですけど、ルールがありまして、はい、1回戦目は、はい、本コーナー、本コーナーから行きます、はいはい、2回戦目が M リーグ全体のグッズ、で3回戦目からチームごとに、グッズを選んでいきます。で5枚ずつ持ってます。全部10枚ね。それがなくなるまでやります。はい、はい、で、制限時間は1回も買い物時間3分で、会計中は含まずでやります。 OK、はい、揃うか2人ともこれが10枚なくなるまで頑張ります。はい、で、こうなんかなくなってるものもあるみたいなんで、ね、うん、早いね、うん、早い。あ、これないの？パーカーがないんだ。ちょっと狙ってたけど、ちなぎれでした。はい、ということで、はい、やっていきます。ゴー。じゃあ一回戦本コーナーからネモから行きます、はい。イエーイ。いってらっしゃい。行ってきます。3分スタート？測ってる？あ、3分。測ってる。測りますね。はい。あ、めっちゃある。この中から合わせていくの？むず。すごいパレオだって。どういう基準で選ぶかだね。ね。これとか読みやすそうだけどな。こういう系、うん、あ、いつもお世話になってます。あ、お世話になってます。うひょすけ先生の、そうだね、漫画なのか戦術本なのかね。あと基本みたいなのもあるのね。何着るとか、うん、これなんだろう、初めて見た。難しいな。合わせるってなったら多分この辺っぽいんだね。なるほどね。そうかそうか、うん、この辺が怪しい。これもちょっと気になる。うん、ためになりそう。全然決まんないな。この辺か。一冊目だしね。ああそうだね、ちょっと様子を見ましょう。了解。じゃあネモはそれでこれにしてみます。はい、はい、じゃあ私本コーナー行きます。行ってきます。いっぱいありますね。いっぱいあるね。揃えるのは難しいですね、うん。ちなみに貝森さんは本出してるんですか？あ、出してないですね。出す予定はないです、ね、ないですね。この辺は持ってるかな。おちょっといらないかなっていう。水浴の絵もあるし、やっぱりまずは自分が欲しいものを選ぶみたいな。いや、なんかね、2個が選べそうなのがちょっと、はいはいはい、分からないな。どうしようかな。ひょすけさんのストッカーとか、これ持ってないです。そうだね、お世話になってるしね。いつも似顔絵ありがとうございます。はい、じゃあせーのでいきますか。はい、一品目は、本ですね。本コーナーから、はい、せーの、じゃん。あ、全然違う。あ、そっちか。いや、これ持ってるもん、言うと思った。でもまず一歩目はこれかなと。さて、逆さま、逆さま、逆さま。それもね、一回手に取ったんだよね。そうなんだ。もちろんお世話になってます、ひょすけさんね。うん、これ楽しみ、読むの、ね、読みたいな。続き大丈夫。余ったら、余ったらね。はい、ということで本コーナーは成立せず、はい、むず。じゃあ2回戦に行きましょう。はい、で2回戦目 M リーグ全体のグッズでちょっと行きたいと思います。私から行きます。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。え、これもそうだよね。そうだね、 M リーグ全体のグッズ、これとかね。おー、バッグいい。
あ、これいいかも。スマホケース。え、でも何？対応してるかが。何でもあるのかな、これ。何でもある。なんかでかくない？うん。これなんかいい。ここにくっつけるんでしょ、だって。そうだね。なんだよ、これで。こんにちは。決まった？こんにちは。早っ。揃える気ないでしょ。いやいや、でも、ちょうどいい。あ、ちょうどいい？うん。パーって見ててさ、目線ここでしょ？うん。で、この辺からもチームものになってくるから。そうだね。で、パーって見てって、値段もちょうどいいよ。3,300円。4,5,000円になってくると後からちょっと資金が足りなくなってくるかもしれない。確かにね、これね、合うかも。もう終わっちゃうかも。じゃあカメラに向けて。あ、これです。はい、スマホケース。じゃあレモンも行ってきます。ここもそうです。まずパーカーですね。この全チーム入ってるやつ。あ、いいね、いいね、いいね。これいいね、うん。こんな大物いきなり行かなそうだもんね。わかんないよ。行ったかな。あとね、やっぱこれですね。ああ、いいじゃん。何？ダブル役満まで大きくなって。めちゃくちゃ。前役満までだったもんね。うん、前はここまでしか入らなかったのが、ここまで入るようになったっ。居酒屋さんでもそんな大きいの見ないよ、なかなかね。そこにやっぱね。なんか、いい、ああ、お寿司屋さんみたい。これいいね。これみんなの名前が分かる。めっちゃあそこで見てる人いるんですか。あ、終わってるの。あ、これもいいですね。あ、いいですね、いいですね。夢の13年。なるほど。からのマスク。これね、つけて応援とかもいいね。私ね、ボールペン大好きなんですよ。ああ、実用的だし、ね。そう。しかもこれちゃんと3色あるから。うん、負けた人は赤で書いてみたりとかね。でも絶対こんなボールペンとか選ばなそうだから、うん、それはちょっと外そうか。あ、あと個人的に今欲しいのがキャップなんです。おーと、ムーリングマークかね。うん、めっちゃファンっぽい。なるほどね。え、これもあ、ポロシャツか。ちょっと寒いか、そろそろね。これもいいね。スマホケース。ああ、いいね。これ何でも合うのかな。どうなんだろう。でもなんかそうっぽいよね。そうだよね。書いてないもん。うん。スマホケース。あ、こっちはチームですか。そうだね。こっちチーム。じゃあこの辺から選ばなきゃいけない。うん。あ、これもある。タオル。あ、これいいね。全チーム入ってるっぽい。ああ。大きめなタオルだね。うん、知ってんだ。さやちゃんの好きなもの。ミニタオル。ああ。こういうの好きなの。M リーク。多分ミニタオルだとちっちゃいっつって、この辺いってんじゃないかな。ちょっと寒い時に首に巻けるし。なるほど。これにしてみます。OK です。はい。ということで2回戦、M リーググッズだね。はい。それでは2人とも一斉に見せてください。せーの、ドン。ああ。通った、そこ。そこ通った。いや、それは通るでしょ。だいたいあるんだって、うん、でなんかスライドさせてカメラの方を撮ったりとかって、これいい、うん、それでも使えるんだと思ったのよ。かっこいいし、そうそう、かっこいいの。そうデザインが。え、でもモノトーン。さやちゃんタオル好きじゃん。いや別にタオル好きじゃん。タオル好きだったかも私。これいいんだよ、全チーム書いてあるし、ちょっと首に、まあ、まあまあね、うん、いいな。ということで2回戦も不成立。合わない。まあ、まだ2回目だ。通ってんだけどね。押3回戦です。これ3回戦は、チームごとに行きます、まあ、とりあえず優勝チームの、桜ナイフネモから行くぜ、はい、新しい人もあるかな。あ、どうだろう、まだ、うん、まだ間に合ってないのかな。かもね。こちらです。お、桜ナイツ。すごい。お、まずこれがクッションキーホルダーですね、うん、あ、個人のはないんだね、やっぱまだ。そうだね、なさそうだね、うん、と T シャツと
出ました。あこれもいけんじゃないですか、何でもかもね、うん、なんか似てるもんね、同じ仕様。さっきスマホケース買ってたからこれは外しそうな気がするんだよね。コースターもあるの、ね、あーいいね。あこれか、うん、ピンクじゃないんだね、黄色。あマージャンパイが、ね、そっかピンクってあんまないもんね。やっぱ桜ナイツはピンクっぽいのがいいからな。私がファンだったら、うん、やっぱでもこれはもっと来たよね。ああいいね、あんまり大きくないしちょっとつけたりとか、うん、キーホルダー、うん、ミニクッションキーホルダーってことはそのうち普通のクッションも出るのかな。うんうん、かもね。たいちゃんクッション好き。あしかもこれビーズクッションだ。あいいじゃん、食感気持ちいいやつ、うん、これにします。決まりました。はい、では桜のやついきます。いきます。うん、あでも種類そんなにないから。そうなんだよ、いけるんじゃない。またこれにしちゃってるし好きだねやつまあでもこれプレゼントにするかもしれないので、うん、どうしようかな。これ何、コースター。コースターか、コースターか。クッションホルダー、でもそんなないもんね、うん、1,2,3,4,5,6 6種類しかないんだよね。チャンスですよ、チャンスですね、これはね。いやーどうしようかな。そんなにちょっとお金取っときたい感はあるなフェニックスに。まあね、まだ全然余裕だけどね。まあまあまあ、そうですね。とりあえずステッカーにしようかな一応安い無難な、無難な。いやでもクッションの方がいいかな。それでは桜ナイツですね、はい、同時に見せてください。どうぞ、せーの、ドン。イエーイ、やった揃ったね、揃った。これにしよう、なんかいっぱいあるから。ではあれ1回やるとか言って買ってそうじゃない、はい、ミニクッションキーホルダー1,100円、了解です。でしょ、でもあれでしょ、これいっぱいあるとか言ってたでしょ、ね、じゃこれ違うの、気持ちいい、気持ちいいね。なんかビーズクッションになってるの。なるほどね、本当だ。あ、触ってなかった私これ絶対気持ちいいやつ。合いました、成立しました。おってことはこれおすすめ商品ってことだね。おすすめですね、ね、桜ナイツの中では、うん、そしてまだ見てないんで、電池もあるみたいで、これ。あ、そうなんだ。あ、これさっき見てて、あ、やべえ、全部あるとでも欲しくなっちゃうやつじゃん。ということで、企画としてはですね、はい、3回戦にして終了してしまいました、はい、おめでとうございます。まあ、予算5万円と言ったんですが、はい、どうですか。1万円ぐらい使ったかな。絶対そんな使ってない。1万円も使ってないよ。5000円ぐらいだ。あ、そっか、全然ないよ。4万4000残ってた。6000、あれ6000ぐらい、6000ぐらい使ったのかな、うん、2人とも。そう、同じくらい。思ったより早く揃ってしまい、企画としてはこれで終わりなんですが、最後にフェニックスのグッズはやっぱ買っておこうかなと、うん、なので、じゃあ最後はフェニックス商品を2人で欲しいものを買っちゃいましょう、はい、他のチームでも欲しいものあれば。そうだね、普通に磯くんを。あ、ありがとう。これいい、欲しい人。これいいけどね、いきなり大物だからね。やっぱこれだよね。じゃこれさ、重いよ。湯飲みくらいにしとく。あの、私結構名前入りの湯飲み。これ湯飲み、うん、みんなの名前が、名前入り、え、名前入りなの。こっちにあります、うん、こちらですね。ああ、これ面白くない。みんなの入ってる。しかも漢字まで勉強できちゃう。本当だね、すっごい漢字多い、画数多そう。茅森さやかどこですか。あった、セガサミ。あ、でもなかなか茅版みたいに見える。茅森茅版。これ行こうよ。これにする、うん、これにするか、うん、
ここにね、M リーググッズは並んでたね、全部並んでました。ここで見るのね。ネモちゃん気になったら買っていっちゃう。ああ、いいよ。あ、僕トートバッグ欲しいな。2種類ありますけど、汚れない、黒がいいかな。汚れない目立つ、汚れ目立つからね。これさ、今何気なくショッピング始めたけどさ、予算約9万円あるからさ、爆買いしちゃうね。爆買い放題。あ、じゃあ行っちゃいます？ T シャツ。あ、でも、全体の方がいい。フェニックス見てからにしよう。そうだね、フェニックスも。じゃあせっかくだからさ、ビーズクッション1種類ずつ行こうよ。あ、いいよいいよ。これでしょ？うん、いいね。リブンズと、クーリングパジャンと、ファイトクラブと、気持ちいいんだよこれ。うん、変わった変わった。アデマンと、ライデと、ライデと、来ました、フェニックス。なんか混ぜってる。本当だ。来ました、フェニックスコーナー。お、サインがある。書いた書いた書いたわ。書いた。書いてないとか言ったら、とりあえず全部買うか。やっぱフェニックスグッズはね、絶対買おうよ。サイズ、あ、ねえねえ、ジャージ名前あるじゃん。カイモリサヤカモデルとかモデルであるの、これ。あ、名前入ってる。名前入ってる。僕持ってますよ、カイモリジャージ。これどうする？サイズ大きい方がいいのか。まあ、ちっちゃいよりは大きい方がいいと思う。ね、うん、プレゼント企画で。ね、一番売れて出すとしたらフェニックスだよね。規模がいいよね。フェニックス T シャツ。一応の買う商品一回こっちに見せてください、ね。クッション。はい。これさやちゃんが好きなクッション。これね、送るのが大変です。クッションいくらですか？4800円。これ僕買っちゃダメですか？あ、いいですよ。本当？うん、え、クッション欲しいです。あ、腰痛いからね。そう。運ぶ時は薄っぺらいから大丈夫、ね。あ、いいですね、いいですね。入んなよ、持ってるね。ありがとう。フェニックス T シャツ、あ、でも S しかないな。やっぱ大きいサイズは売れちゃうんだよね。これちょっとあれか、サイズ感が。S はちょっとね、なかなか着れる人いないか。そうだね。S でどれくらいなんだろう。これ色一緒？あ、一緒か。S はこれが S じゃないかな。それ S だね、うん、これぐらいだと選ぶね。こちらの T シャツも現在販売中ですので、さやチャンネル T シャツよろしくお願いします。あ、どんぶり欲しい。あ、あんじゃん、どんぶり。どんぶり欲しい。どんぶりはチームごとにあるんですか？チームごとにあるね。なるほど。どんぶりセット、レンゲもあるんだ。なるほどね。あ、いやでも私が使うわけじゃないかもしれない。あ、いいね。チャルメラ合いそう。うん。前回これ結構すぐ売り切れてなかった。あ、そうなの、ね。うん。ブラスト。プレゼント企画を考えよう。やっぱあって困らないマスクも着けちゃいます。あ、マスクね。うん。でも予算はいっぱいあるんだ。あ、そっか。じゃあ丼入れちゃう。丼入れちゃうか。こっそり入れちゃうか。丼は重たいんだ。待ってまーす。さっきさ、1買ったらさ、でも全部いっちゃおう。ああ、全巻買っちゃえばさ、ね。気になっちゃうもん、絶対。まだそんなに関数ないんじゃないか。6までですね。あ、いいじゃん、いいじゃん。大人買い。これにします。僕もこれ電子書籍で買ってますよ。そうなの、ね。あ、2個目いく？あ、これ面白くない？あ、これも最近。Mリーグほぼ毎月4コマの。ツイッターで見れるやつ。そうそうそう。うん、これ面白いよね。いいっすね、爆買いっすね。漫画しか買わない。これでタオル。ほら、これ。ほら、うん、タオル好きじゃん、やっぱり。送りやすいのがプレゼントとして。そうですか。タオル、ね、送料もそんなかかんない。私好きなボールペン書き？いいよ。やったぜ。お、いいね。ボックストラップとかいいんじゃない？ああ、いいですね、いいですね。あと
パーカー、うん、パーカー行っちゃう、パーカー行っちゃうか。お、M リーグパーカーですか、 XL グレー、グレーがいいかな、グレーいいな、うん、グレーいいっすね、これいいか、袖にチームが入ってると、これいいね、うん、XL、 はい、あとはいいですか、物、うん、これでも欲しいな、もうね、籠いっぱいなんでこの辺にしとく、はい、あとあのすぐ近くで、あのえ、リクのちょっとお土産見つけたんでそれ買いたいと思います、ん、ちょっと気になっちゃった、うん、赤塚不二夫先生に、でもね、入門から行った方がいいね、うん、なんではい、はい、ということでお会計です、お会計です、いくらいくかな、ね、今まで一番買った人ってどれぐらい買ってますか、24万、予算が買ってない、全部買った、全部買ったくらいの勢いだよね、いろんなものを5つくらい買ってった方がいて、でもしかしたら頼まれたかもしれない、そうですね、頼まれて買ってるかもしれない方がいて、一応今のところの最高はそうです、負けたね、100円そんなにお金かな、気持ちいいね、この時間爆買い入れますね、30、なんかね、あれ、あれはクッション入ってました、クッションも、はい、入ってます、いい数字、ちょっきり30点と、しっかりお支払いしてますよ、あとこれ、はい、お買い物を終了しました、全部で楽しかった、30点買いましたね、爆買い、と企画の金額と合わせて7万円ぐらい買ったかな、じゃあ、ね、残った分で美味しいもの食べよう、あさあリクのお土産と、はい、ということで、はい、ということで、これね、あの買ったものから、プレゼントしたいんですが、ちょっとまだ決まっていないので、この後、説明文で出しますか。はい。どれをプレゼントするか。はい、応募方法とね。応募方法と。はい。はい、ということで、今回はこの辺で、この動画が良かったと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またね。はい、帰ってきました、ただいま、ただいま、プレゼントを決めたのでちょっと紹介したいと思います、全部で6名様にプレゼントしたいと思います、豪華だね、はい、これはフェニックスセットでこんな感じでステッカーとせいちゃんの本とコースターですね、はい、はい、で次Mリーグブーツのスマホケース、ストラップ、ボールペン、こんな感じです、これセットですね、はい、スマホケースはどんなスマホにも大体合うと、大体合うみたいです、うん、はい、はい、これ次、はい、ネモが選んだタオルとマスク、はい、うん、これはマフラータオルなんでちょっと涼しくなってきた時に巻いてもおしゃれかと思います、うん、はい、なるほどね、で次パーカーですね、グレーのパーカー、 XL サイズです、大きめ、大きめ、誰でもサイズ選ばない、1名様です、はい、これ次1名様にキャップ、ウリーグキャップ、ウリーグキャップ、ね、ネモが狙ってたキャップ、うん、プレゼントしちゃう、はい、はい、最後にこのビーズクッション、ミニクッションキーホルダー、全チームまとめて、これいいよね、いいな、なかなかさ全チーム買うって人いないと思うんだよね、うんうんうん、一個一個そこそこお値段しますしね、はい、はい、こんな感じで6名様にプレゼントしたいと思います、応募方法はさやチャンネルのツイッターに DM をください、なんて書けばいいですか、グッズ、Mリーググッズください、なんか
わかりやすいワードを考えて。爆買い。爆買い。じゃ。M ショ爆買い。ダッサ。何 M ショ。M リムショップだわ。わかんだろうか。M ショ爆買いね。じゃあそれ。M ショ爆買いで応募してください。はい。チャンネル登録と。さやチャンネルのツイッターフォローしてくれてる方が対象になります。よろしくお願いします。バイバイ。